ゆりです。ゆずはです。せいらです。ひなです。ゆりやです。ピンクラテティーリー始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画はこんな体育の授業やだーです。いろいろあります。ありますね。それを再現していきたいと思います。それではどうぞ。マラソンに近いので1時間走ります。え、はい、どうぞ。走って、あ、はい、嘘でしょ。嘘だって。やだ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 。走らないと。行きたいから。はい、じゃあ今日は寒いけどプールをやります。え、はい、理由は、まあ、ちょっとプールやるの忘れたということ、まあ、ボンミスなんですけど、まあ今やればいいかなっていう感じなので冬にやれると思います。はい、みんな着替えて。今日は先生、今冬ですよ、はい、雪降ってますとか、はい、寒いですよ。あ、構いません、構いません、入ってください。私はもう寒いんでいっぱい着るんですけど、あなたたちはもうプール入って、はい。はい、ということで今日は開会式の練習をねしていこうかなと思います。はい、ピシュートだって。起立。活動。レッツ。しっかりやりなさい。もう一回。起動。レッツ。お願いします。声が小さい。起動。レッツ。お願いします。やればできるね。ということで、校長先生の話をいきます。今日は36度あるんですけどね、生徒の皆さんはもっとビシッとなさい。生徒の皆さんは今日はやっぱり運動会日和なので、やっていこうと思います。そこの生徒、しっかりしなさい。はい、これから体育を始めます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は2年生がマットを使っているので、マットはないんですけど床でマット運動をしたいと思います。え、それマット運動じゃなくないですか。え、じゃあ、え、床ででんぐり返しとかですか。頭が割れちゃう。頭がキューンって割れちゃうんですよ。じゃあそれでは前回りをします。じゃあ、え、どうぞ。いったー、マット運動じゃないじゃん、こんなの。もう一回お願いします。それでは今から体育の授業を始めます。お願いします。お願いします。すごい、ちっちゃいよね、かい。お願いします。ちっちゃいよ、聞こえないよ。お願いします。もっとビシッと。お願いします。もっともっと。お願いします。もっと。お願いします。ちっちゃいよ。お願いします。そのセリー、どうなってんだ、ほんとに。お願いします。マット、お願いします。お願いします。はい、ちょっと10分遅れたんですけどね。あ、なんか、ゼミ運動したよね。もう10分あるしね。はい、じゃあ授業始めます。お願いします。はい、お願いします。あ、ゼミ運動やったということで、まあ今日はね、まあ授業中なので、まあ手に走っていただいて、どうしようかな、そこの学級委員が記録取ってくればいいから、ちょっと俺職員室で進んでくるから、よろしく。はい、じゃあ今から体育の授業を始めます。準備運動でダンスをしてください。はい、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 準備運動します。はい、1,2,3,4 先生、一人の声を下げてもらっていただけますか。声出しなさい。せーの、1,2,3,4。声が小さい。はい、いい感じです。はい、レナさん、あと見学だから、あそこの部分ちょっとあっちに持っていてて、あと、線引きしといてね、ここぐるーっと全部、あとは、あそこの記録取っといて、あそこ急に早く上がって上がってね。え、見学だからいけるでしょ。はい、あとこの荷物、置いたから、じゃあ、
て。頼んだよ。先生はなんでそんなに厚着していいんですか？寒いです。先生は先生だから。早く持ってきて。早く持ってきて。動けないです。早くやるしかないです。先生だって寒いんだよ。先生だって。手に持ってる解放なんだ。はい、ということでやってみました。どうでしたか？もう嫌な感じだったでしょ。経験ありますよね、多分。あるある。なんか昔あるある。見学の国でやらせるのめっちゃ共感で、なんか本当に体調悪そうにして、こうやってやってる子に、あっちとこれ運んどいてっていう先生がいて。あれ見学してたら、そこの選手よろしく、アート記録もみたいに言われて、見学なのに。そうね。あとなんか声出せとかめっちゃ分かる。それはあるある。あと合唱コンクールとかでさ、よくあるから声出せっていうのはもう日常茶飯事だね、学生はね。なんか体育に限らず嫌な先生あるあるって感じでした。みんな当てはまるの多かったと思います。ね、生理とかどうだった？冬に先生だけ遊びて、生徒だけ半数半数ってすごい共感してました。ね、羨ましいよね。本当に。ゆずはちゃんは？冬にプールに入るのは、嫌だな。やだよ、絶対やだ、絶対やだ。なんだ、雪降ってたしね、あの設定ね。雪降ってるのに水凍りそう、怖い怖いって感じでね、はい、共感できるのが多かったと思います。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。